大阪府ののの新型コロナの感染者の数が分かってきました。大阪府によりますと今日新たに新型コロナウイルスへの感染者初めて6000人を超えて6101人確認されました昨日の5396人を上回って2日連続で過去最多を更新しましたまた死亡が確認されたのはお二人ということです